はい、どうも、オッケーです。2017年12月、僕は今、沖縄にやってきております。先ほど東京の羽田空港から、沖縄の今、那覇空港着きまして、ユイレールっていうのがあって、このモノレールに乗って今から国際通りの方に行こうかなっていうところでございます。でもしかしたら沖縄に住んでいる視聴者の方いらっしゃれば、その方々とお会いして、軽くちょっと食事なんかできればなといった感じでございます。それでは2泊3日ですけれども、これから沖縄を楽しんでいきたいと思います。行ってきます。パスモとかスイカ使えないんで、切符買っていくんですけど、国際通りは県庁前駅ですかね。切符なんか面白いですね。バーコード読み取り機のとこピッてタッチしたら入れましたね。で今国際通りにやってきました。日々のワッキーという僕のサブチャンネルがありまして、そちらでここで生放送をやってたんですけど、視聴者さんと何人かお会いしまして、で今から一緒にご飯を食べに行くということで、ちょっと顔はね映せないんですけれども、お店がですねあちらでございます。沖縄にしか展開してないお店らしいんですけど、ステーキハウス883、こちらでランチを食べていきたいと思います。でね、ランチメニューこんな感じであるんですけれども、全部がもうね肉肉肉肉って感じでめちゃくちゃうまそうなんですけど、それでは沖縄に来て一発目のお店はステーキハウス883で肉を食べていきたいと思います。行ってきます。さあ、そしたらね今店内入ってきまして、青のグラスですよ。グラスの色が変わるだけで雰囲気がね、いつもと違うというか。メンソーレ、はい、じゃあメンソーレ。メンソーレ。そしたら皆さんもメンソーレ。普段でもメンソーレってあんまり言わないんですよ。日常会話で言わないです。言わないです、ね、あ、そうなんですか。観光客、観光客です。はい、だそうです。で店内結構広くて、肉のね、こう焼けたね、うまい香りがね、こう店内漂ってて食欲がそそるという感じ。今来てる時間が1時20分で、ちょうどランチタイムということで、表にもありましたけど、ランチメニューこういう感じでね、僕はね、ステーキ食べたいんですけど、でも値段見ると一番高いのはハンバーグステーキなんですよ。ステーキよりハンバーグの方が高いっていうのは僕初めてなんで、県産和牛ハンバーグステーキ、こちらで行きたいと思います。ちなみに今視聴者さんたちいらっしゃるんですけど、今聞くところによるとですね、ここ最近沖縄1週間ぐらいずっと天気悪くて、雨も結構降ったらしいんですけど、今日ピタッと雨止んでめっちゃカンカン照りらしいんですよ。もしかしたら僕持ってるかもしれないですね。でもずっと雨だったんですよね。ああ、すごいですね。めちゃくちゃ暑いんですよ今沖縄。さっきも国際通り歩いてて、もう汗結構出ちゃって、で卓上の調味料なんですけど、これは何でしょうかね。オニオンソースかな。ブラックペッパーに岩塩ということで。であとこれステーキ用のソースらしいんですけど、沖縄ではこの A1 ソースっていう、このソースをよく使うそうです。こっちはねナンバーワンソースって言うんですね。スピリットビネガー、酢が入ってるんですね。あとモルトビネガーとか、なんかご飯が進むんですか。あ、なるほど。ちょっと酸っぱめなソースがご飯が進むという、もう沖縄の方が言ってますからね。そしたらね、ランチなんでセットが来まして、サラダと、あとこれはなんかスープ来ましたね。これ何スープなんでしょうね。コーンスープみたいな。じゃあいただきます。あ、じゃがいもとかチーズっぽい感じ。じゃがいもとベーコン、ポタージュ系で、これバケットにつけて食べるとより、ね、もっと美味しいんじゃないですかね。ランチにぴったりというか、ランチのセットのスープってちょこっとしかついてないお店結構あるんですけど、これ結構ガッツリ入ってますね。これが嬉しいサラダ。さあやってきました。こちらがですね、県産和牛ハンバーグステーキ 230g だそうです。
ちらがね、視聴者さんが頼んでいるランチステーキです。 200g ですね。美味しそう。肉めちゃくちゃ柔らかくて、マジいらないかもしれないですね。スッと切れましたよ。まずは何もつけずに、ここまでいただきます。お、うん、うまっ。ものすごく柔らかくて、肉が詰まって密度があるというか、で粗挽き具合は、まあ、そんなに強くはないですけどね。おいしい。大根おろしにソースをつけて、これうまいな。ソースは和風ソースでね、大根おろしが合いますね。いやこれご飯進みますわ。あのちゃんと付け合わせがしっかり量があるのが嬉しいですね。うまい。ご飯が止まらない。止まんないよこれ。ちょっと寝不足だったんですけど、一気に目覚めましたね。肉で目覚めるという。まだお若いですよね。30代ですよ。あ、え、30代ですか。20代かと思いました。私もでも20代と思いました。あ、ありがとうございます。30代、え、30いくつなんですか。32です。32。ああ、でも僕はもう38になりましたからね。ね、あのこの1年で急激に胃が小さくなりましたね。あのあでもそれでも食べれる方ですね。まあ、食べますけど、まあ、前の方が食べてましたね。いやでもなんか沖縄来て沖縄の方と一緒にご飯を食べるっていう、これはいいですね。本当はもっと沖縄の場合は、夜飲みに行くのが沖縄。やっぱ沖縄の方はお酒好きの方多いんですか。多いです。好きなんですかね。飲むんですよね。あ、そうなんですね。視聴者の方からなんとステーキ一切れいただきました。ありがとうございます。でこのステーキに、この A1 ソース、これはね沖縄のソースらしいですけれども、あ結構ドロッとしてますね。いただきます。うん、うまい。あ、これうまいですね。あ、これはもうご飯にはっきり分かります。これは、これご飯行きますよ、これ。あ、これはうまい。ワーキーさんじゃもう沖縄県に住むしかね。この A1 ソース僕大好きです。うん、うん、あ、これうまい。あ、これはご飯2ブロックですね。うん、好みが分かれるソースらしいんですけどね、ちょっと酸味が効いてて僕はこれ好きですね。ここでまた次ハンバーグに戻るという。うん、沖縄に住んでる方も沖縄の料理が苦手な方もいるんですね。ああ、います。僕は青森飲めないんですよ。あ、青森。あ、はい、僕は青森ダメなんですよ。なるほどね。あっという間に最後の一切れですよ、ハンバーグ。すごい悲しいですね。うん、ご飯ちょっとね、一口分残してますから。これ大事ですね。これすごい大事です。この調整大事です。これ大事だね。うまい。ちなみに今視聴者さんから聞きましたら、いきなりステーキお店あるじゃないですか。何でしたっけ。やっぱりステーキ。やっぱりステーキ。やっぱりステーキというお店がなんか最近進出してるという話を聞きました。さあ、そしたらですね、ステーキハウス88さんで、僕はハンバーグいただきましたけれども、いやまあね、沖縄来て一発目
まあやっぱりワッキー TV ならではなのかわかんないですけど、まあいきなりね肉をいただいちゃいましたけど、まあ、ハンバーグはねもう肉詰まってて、粗挽きというよりかは密度が濃くて、で肉汁もしっかり出ましたし、ソースも美味しかったですしね。印象的にはもうお肉しっかりっていう感じのハンバーグでしたね。で視聴者さんからステーキちょっと一切れいただいたんですけど、もうステーキも柔らかくてめちゃくちゃ美味しかったです。で人生初めての A1 ソースというあの沖縄のソースらしいんですけど、あれもねちょっと酸味があって美味しかったですね。まあ、ただ沖縄でしか食べれない、お肉のお店ということなんで、まあ、ぜひ、沖縄に来た際は、こちらのステーキハウス八安さんで、ランチメニューもお得ですし、豚肉とか、お魚料理もありますんで、ぜひ、食べに来てみてはいかがでしょうか。それでは今から、視聴者さんとちょっとお別れをしまして、今晩泊まる旅館に行ってきたいと思います。それでは、ちょっと番外編ということで、せっかく視聴者さんと今食事してましたので、いつもなんか僕の動画は何を見てるのかなっていうのをちょっと聞きたくて、なかなかこういう機会ってないんで、なんかあります、ハンドルネームみたいなのあります？あ、Cラインです。あ、Cラインさん、はい、Cラインさんは、なんか僕の動画はいつも何を見てるのか。肉系が多いですね。あ、食レポ系ですね。そうです。あ、肉の動画を見ていただいてると。でその肉の動画の中でも一番なんかこれ行ってみたいなとか食べてみたいなっていうのがやっぱりあのステーキタケルのブラックカレーステーキタケルブラックカレー食べたいっすね。ステーキタケルはうまいっすよ。牛すじブラックカレーですね。ステーキタケルは、まあ、大阪が本店で、で東京に2店舗なので、そういうお肉系のああいうちょっとがっつり系なステーキのお店がちょっと見てると思う。いつも何を見てくれていらっしゃるかっていう。あ、そうですか。はい、最近はの日々の脇。あ、日々の脇。あ、はい、これサブチャンですね。サブチャン。あ、なるほど。ちなみにこれは今メインチャンネルで上がりますから。あ、ごめんなさい。あ、全然いいですよ。あの僕のサブチャンネルの、日々の脇の、まあ動画とか生放送とか、まあそういうのを見ていただいてるっていうことで。あ、ありがとうございます。垂れ流し動画を見ていただいてるということで。はい、トップさん。首脇も、はい、TV も両方なんかメインチャンネルになってるんで、まあ、同じぐらい見てるんですけど、まあ、さっき言ったあの、はい、ステーキタケルとか、ステーキタケル、はい、ああいうのも見てやっぱ美味しいな、美味しそうだなと思うんですよ。で、ここやっぱ沖縄ですから、例えばマックだとか、はい、吉野家とかだったら、はい、あ、マッキーが食べてる、これ新作出てるんだ、美味しそうっつってすぐ食べに行ったり、そういうのも味わえるんですけど、本当ですか。まあ、お嫌いないやつもあっても、はい、あ、じゃあ東京行った時はそこ行ってみようっていう時になるんで、すごく楽しいです。あ、東京はたまに行かれるんですか？そうですね、旅行とかでも。あ、そうなんですね。はい、最近東京に出て、あ、調子丸さんの、あ、回転寿司の、あ、美味しいですよね、あそこ。あ、4人来ていただいてて、でさっきちょっとお仕事でね、1人ちょっと残念だったんですけど帰られてしまって、で今あの視聴者さん3人の方とあと僕の4人で食べたんですけどね。僕の第一印象ってどういう感じに見えました？思ったより細かった。あ、ありがとうございます。そうだね、ありがとうございます。もっと太ってるかと思います。はい、皆さん、第一印象は、え、細いじゃん、なんだ思ってたより細いじゃんっていう第一印象の方が皆さん感じていらっしゃったということでございます。あざっす。